はいどうも、こんにちはです。今回ですけども、前回作ったひもなしバンジー検定を、初見でね、りょうまで遊んでもらおうかなと思います。Yes. まあコース投稿についでにですね。しゃあ。はい。ひもなしバンジー。まあ一回ぐらいでクリアしてまうっていうな。絶対無理やな。それだけは俺言い切ったろ。レベル1。おーレベル1で。え、ちょっと待って。ここはここは余裕やわ。レベル1は。うん。あ、全然止まってくれへんねんけど、これ。それマリオが言うこと聞かないんじゃない。おーおー、いったいったいった。これ2やろ。いや、ここ。まあ、ワンクッションあって2。オッケー。うわーじゃあもう作れんで、1個くらいすることに次やっていってよ。そうしようそうしよう。そうやな。それ行こう。そうしよう。あの、俺の場合ちょっとあれや。あの、ま、通してやるのし、きついな。2からじゃあ次はこっからでやんめっちゃ隣やん、うん、ジャンプでいけるんじゃん下手したら。いや無理やん、下手しても絶対無理やそうほんまジャンプでは下手せへん、うん、おーおーやばいマジで次3レベル3来た。おっおわーおーレベル3レベル2まで今もうクリアしようかな。おおおわうわうわうわじゃあね、でもこれ、どうやって行くんやろ、下。下がどうやって行くんやろ。あいつでも落ちてくるやろ。まあ、やっとったら多分どないかなるやろ。まあ、右のドスインを何のためにおるんかっていうのを考えたらわかるわな。うん、おそっからいきなり行くんや。レベル3。右のドスン。右ドスン俺。あうわもうそこでやん。あ、ほんまそっからやって。そこでやん。右やったらあいつ落ちる。あ、落ちたのかな、まず右やつ。ちょっと落ちた、落としてからで。ビビってもたんだからもう。あもう横まで押せへんなってもたやん。え、でもマックスやねんけどな。あ。もうすぐ離さなあかんからな。え、どういうこと離さなあかんって。ほら。もうじゃあやん。痛い。うわぁやったやん。無理やったら諦めるしかないけどな、ここ。うわぁもう無理か。あと3回。まず3回ぐらいやって無理やって無理やろな。めちゃくちゃそうだよ。やばいやばい。そんなことむずないけどな、ここほんまに。うぜやん。ここはほんまさんの言うほどむずない。簡単してやるからな、ここ設定。え、結構むずいねんけど、ここ。俺一番むずいよ。俺も何回かしかやってへんけど、一回は言ってるけど、ここむずいと思うで。普通に。簡単な。簡単やろ、これ。レベル3は。うん。おー来たまあ無敵やったからな。次、レベル4。レベル4もっとむずやん。うそやん。レベル4どんなやったっけ。あ、これか。うん。ほら。うわ。レベル4確かむずいな。ギミックどんどん増えていきようかな、これ。レベルが上がることに。うそやん。レベル4はそこそこむずい思うで。レベル4はほんまむずい。音符と今、ファイヤーバーがあるやん。ドッスンと。増えていきやねん、この。はい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 。あれコラボしようんけ。うん。アイテム増えていけ。フューチャリング、うんフューチャリングしてんねん。あーうわこっちか。ここ、いけるんか。うっ無理や。スピンジャンプ使わない無理や、うん。スピンジャンプの降りるの早いから。左かやろ。うん。ここだろ。うせん、押したんやけど。うわぁ。スピンジャンプ押したんやけどな。あれ、タイミングよく押さなあかんねんな、たぶん。そうやで。そうやな。うわぁほら。うわぁいってたここめっちゃむずいからな。嘘。ここむずいと思うで、たぶん。レベル4やからな、ね、もう。あーあー気が。あれ、絶対もいけるよ、あんた。うん、いける。確か。あ、これいけるやん。うわぁうわぁもしかしたら。もうわからんけど。めっちゃむずい。おいなんなんこれ、最後のトゲ、鬱陶しいな。最後思いっきり左にやらなあかんないな。おい。うわぁうわぁほんま、思わせるはまれやばいなうわぁいったあ、5や5、次ラストレベル5、ラストミッションやなラストミッションレベル5案外いけるかもしれんじゃんうわぁ、やばいやばい、無理やりあーなるほどあこれもう俺やるしかないかな無理やろ、多分ここから先分け全然無理やろ、ここ多分、うん、俺多分通していけるかもしれん、下手しああ
惜しい。発想的には。うん、発想なかったけどな。あ、そこは、台本、タイミングでそんな言うほど難しいで、これ多分。結構余裕あるからな。遅いやん。遅い。めっちゃギリギリやったわ。で、結構早めでも行くんじゃん、あれ。行く。あ、そうなの。もう今ぐらい行った方がいい。うわぁ、なんだよ。お前いったな。うん。いったとして。ゴールと。これでゴールか。デンデラデンデラ。フィン。それ、行くと。よっしゃ、タンゲリョーマ。うわぁうわぁ、まだやった。全然フィンじゃない。これは相当な集中力が。むずいわ、でも。ここおぉ。2個目。しゃ !1、2はまだ。おいくそ。3個目ぐらいがやりたいな、俺。でもできひんからな、うん。コース投稿するんやったらな。コース投稿まで遠いね、道のり。うわ、これほんまに出したいけどな。これ出したら絶対俺ヒットする思うけどな、これ。ええな。相当むずいコースやからな、これ。うわぁ、そこだったんだ。まだ同じとこや。まあ、だから俺はテストはええと思うよ。回転が早いから。うん。レベルで分かれたほうからな。おぉ、いった痛い。こっから余裕よっしゃ。こっからの俺うまいから。こっから余裕なんや。こっから俺うまい。3。おっ、あー、くそ普通に無理やったな。弾丸やったな。始まって。序盤のこと覚えてなかったかもしれない。まだ覚えてない。いや、レベル上がってから覚えるみたいな。ゼニガメが青覚えるみたいな感じだろな。嘘。まだ覚えてなかった、このゼニガメ。ああ、覚えてんの。こいつ、ゼニガメなんや、まず。一応な。これ、不思議像ぐらいやけどな。一回進化しとんかよ、もう。ここ。一発で行く。終わった。一回しましたから。学習能力が。お前だったら全然あれや、レベル上がらへん。お前、レベル上がるけどね、デジモンだったら、マジなんで言ったら、きっちり進化しねえから無理や。でも、限界刑事武器みたいな感じ。究極進化できへん。最後、最後、ゲコモンで終わってまうみたいな。なんでゲコモンやん、しかも。俺とちゃうから、ほんまに。幼年期からもう究極体行くから。あれかじけ。うん。幼年期からもう究極体と一緒の。そうそうそう。アルガリモンやから。成長期であるけ。スラヒモン倒せるみたいな。何とかわからんけど。わかるやろ、その知識わかる。絶対わかるやろ、もう。アルガリモンの下りで。わかるもんじゃない。まじあれやろ、殿様ゲコモンに使っててゲコモン。大量にあるゲコモン。それ無数にあるゲコモンの一匹やろ。ゲコモンは言い過ぎやろ、それ。どちらかというとスカモンやろ。ゲコスやろ、ゲコス。なんでスカモンやろ。ゲコモンしてんよ、それ。ぬめもんけ。ぬめもんでも問題もなるからな。うわぁ、やばい、たっけやん。やばいや、ここ。シェイクって食っとんな。ゲコスやろ。何やねん。ゲコスゲコス。やっぱあ、これ、ちょっとここ苦手やわ。ちょっとなんか。いや、ここだよ。あの火のとこで飛ばしたらいける自信あんねん。俺、あそっから先は。結構あそっから先は自信ある。その結構の自信、何ぞまで、ことごとく打ち砕かれたの現実だよな。まあな。お前、あそこまでいけるん。いや、いけるんじゃかな。無理やろ、その顔。多分いけるよ。多分いけるやろ、あそこまでやったら。その顔では無理やぞ。禁止令。なんで禁止令？前その顔禁止令。レベル3。ここは結構もうなんか、テンポよく行くかもな。ほんま余裕で行くな。うん、簡単やでほんまに。いや、難かったんやけどな。初級レベルだ。初心者で行けるようにしようやな。3は。うん。4はどれレベルなの？ここだけむずいな。うわぁ！ここだけちょっと。ちょっと一歩。なんとかしたいな。ああ。ここだけなんとかしたいな。火ちょっと邪魔やな、あれ。邪魔やけど、火を抜いたらもう一気に簡単になってもらえろ。いや、でもちょっとレベル6くらい行ったもん。レベル6かもしれない。私もあれ。イワンコフォールはあれ。ほんまに。いや、ほらへんな。あそこ若干イワンコフやわ、ほんまに。黒がおるんじゃん。じゃ若干イワンコフ。黒くだいで。黒目だいけ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 。レベル6がおる。ひったここはほんま楽勝やからな。めっちゃ余裕あるもん、普通に。レベル3まではもう。あそこで見せるやつ、おかしいんじゃん。まあ、多分おかしいやろな。あ、頭け。行ってもた。ああ、行けるんじゃん、これ。うわぁ、おい、タイ。あ、うわぁ、タイ。いや、これは、タイを言うな、お前は。それ、メタ時に使う言葉やろ、それ。タイ、ほんまに。
タイ目立てたい時に使う言葉なの。タイ使う言葉じゃないわな。タイ言わないから誕生日あげましょう、おめでとう。誕生日あげましょう、おめでとう。タイアホやんアホやん。あげましょう、おめでとうございます。タイ頭悪すぎやろ。お年玉あげます。タイアホやで。しばきます、お前。お年玉もらって。アホやろ。アホすぎやろ。誕生日おめでたいみたいな感じで言ったら。使い方としては。使い方としては。おかしいやろ、絶対。おめでとうやろ。ナミさん。おめでたいなんか言わんわな。誕生日おめでたい。絶対おめでたい。おめでたいな。なんか面と向かって言う言葉じゃないの、絶対。絶対言わない。なあ、マイス26歳誕生日おめでたい。おかしいやろ。おめでとうやろ。あ、やばい。あ、ほやな、ほんま。やばいだって。やばいやばい。どんどんやばいやん。スタートシーズンずっとやられてる。レベル3ちゃんと言ってもらって。皆さん好きなスポーツは無理たい。このここを抜けるときのコツ、上から行くっていうことやな、基本的に。上からマリコ、この要領け。上からサチコけ。サチコ来たらあかんやな。そっちが来たらびっくりするわ俺も。あだやばいやばい。ここはあかんやろ。レベル生かしてよ。レベルゲ、レベルを生かしてよ。ちょっと行ってくれ、逆に。逆ではないよ、別に。逆ではなかった。ほんまこう簡単やな、レベル2は。レベル3はちょっとだけ1個上がるよな。うん。いや、初心者3に上がるやな。だって3だけやろ、1回一気に行けんなるの、急に。そうやな。な1、2はもう。うん、そう、だって一気にバー行けるやん。おい来た。オッケー。はい、まあ、初心者の基本がこの3やからな。まあ、4からはほんま中級者向け。これはもうほんまに中級者やと思う。マリオ抜ける。ああ。ここそこで当たる。多分さっきの初級者の初級のやつのミスやろ。そうやな。ほんまに中級者としてのちゃんとレベルじゃないと来んなよってことやろ。まあ一郎でもカーブに泳いで回ったことあるからな。そらな、うん、ほんまに振って回ることあるで、手出して回ることあるからな。まあそらそうやわな。誰だってあるわな、そういうことやな、うん、一郎以外な。やば、20秒。でも時間ないから、レベル4とかぐらいからやるか。4ぐらいから。まあ、まだこれはこっちで作っと、投稿しとったらいいんじゃん。まあ、そうやな。まあ、レベル4ぐらいからが一番本番やからな。うまっ。お、うまっ。あー、やっぱここはでもな。火やっぱむずいな。ここ本番やばいからな。うん、短してみないか、ここ。おー、いった。でも、トリガーが一番おもろいやろ。おぉ、やるやん。あー、ここは。ここも簡単。やるやん。あそこまで行ったら。うん。次から。あそこまで行ったら結構いけるねん、俺。だから、そういうの成功率あれないから、俺、このステージ。あー。ここは問題やな。問題やな、ほんま。おぉ、あした。あっ。おい、来た。次。はいはい。早いわ。ジャンプが早いわ。まだまだ、まだやでー。まだやでー。はい。あが、ここだいぶ簡単してあるからな。はい。おい。うわっ、ここ。うわあ、抜けていくー。最後。最後。うん。あの、ハテナのところ全部隠しブロック置いた方がええんじゃん。うわあ、どこに当たったん？すごい。ここ隠れとう。隠れとう。隠れとう。隠し。あ、そうなん。トゲ入った。結構むずいで。そこだけめっちゃむずい。なんでってなったわ。りょうは無敵状態だから、若干。入っとった方がいいったんや、あのまま。そうです。最強の頃最後まであるから。最初結構簡単やなーって。最後かわいそうやな。ここまで来たのに。最後のレベルだ、ちょっと。フィンちゃうもんな、これ。まだあるからな。うわー、あそこで。もう全部あるん。あるで。マジで。その、左側に入り込まらへんかったらあかんやん、確か。そうやな。かわいそうやな、これ今考えたでも。ここまで来てやで。ここめっちゃ多分、無理やろ。普通に言っとったら多分大体みんな死ぬんじゃん。ああ、時出した。なあ。むずこれ。めっちゃ死ぬやろ、絶対。まあ、これだ、俺らがくれていけんと、ちょっとずつレベル下がっていく可能性あるで。
そうやな。ちょっと、まあ、だから配信されたところにはちょっとレベルだいぶ下がったかもしれない。わからへんけど。下がったとしたらさっきのとことか。まあ、レベル5ぐらいなんじゃない。まあ、無事で結局は。うん。結局はでもその辺の難易度、まあ、3とか4は変える気はないであんまり。そうやな、うん、4のあの火だけ変えてもいいかなと思ったわけな。若干あれ火ちょっともう一個だけ短くしたしちゃったらいいかなっていう。当たってまうあれちょっと辛いやろ。うんうん、だそこ以外はそんな調整かからんかなっていう。レベル5も多分そんな調整かからんのかな。あの最後のやつはかからんの。どこさの大砲毒炎。じゃ大砲じゃない最後は。あ最後はかからんかな。最後一個だけちょっと消すかもしれない、うん。あれやばいやるだって、うん。ちょっとあれやばいからね。絶望に落ちるやん。絶望。あそこ絶対。大丈夫やと思ってみんな飛び込んでくるから、うん、ああせやな死ぬやろ絶対あそこあれほんむずいからな間違いなくあそこ死ぬなここまで来て見えんしなここまで来てなんであったんだろうここまで来てる時のショックよはいというわけでとりあえず今回はねこのひもなしバンジー検定の、遊び編をねやったんですけどまあちょっとこのステージ難しいんでねおそらくクリアで 0.01 は切るでしょうねああ行くやろなこれは俺出したら多分あの紙よりむずい絶対にこれ多分俺が思うに、うん、そのステージの短さは早いけどああカメラ行ってもあの落ち着けるやん。まあな。で、一個一個なんかテンプレみたいなのあるやん、ちゃんとした。これだと結構あれやろ。テンプレ分かったとしても。むずいよな。精度が。タイミングとかな。プレイの。ああ、そやな。そっち系結構むずいからな。だからこれ結構難しいステージになると思うんでね。また配信されたら、ぜひ遊んでみてください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日